えて斉藤くん、イエーイ。ごきげんよう、ベルです。そしてあ、どうも斉藤です。新大学生の皆さん、ご入学おめでとうございます。おめでとうございます。今回はですね、斉藤くんに大学生に向けてね、勉強の取り組み方とか聞いていきたいなと思っております。はい、まあ、斉藤くん東大入学して、それからずっと勉強を続けてね、今博士課程っていうことだと思うんですけれども、大学の時の成績ってどんな感じでした？大体優です。言ってみて。ちなみに寮だった科目とかって？キリスト教図像学。キリスト教図像学。キリスト教の絵画からキリストの一生を読み取る授業。これ何それ？真面目に受けてたの？真面目に受けてたし、俺も今でも多分キリスト教関連の絵画結構詳しいと思う。そう、絵画詳しいよね。彼熟知しているけれども、神様はそんなに優しくなかった？優しくない。これ大学の成績っていうのは勉強とかじゃないですよ。おー、ちょっとそれ聞きたいね。大学で高成績取る方法。試験の過去問とかを友達とかから入手して、それを対策するっていうことですよね。え、じゃあ斉藤人脈めっちゃ広げてたってこと？いや、僕はちょっとあんまなかったんで、ちょっと苦労したっていう。高校生までは本屋さん行けば赤本あるし、大学はやっぱり自分で人脈作んないといけない。そこがちょっと違います。僕はちょっと苦手なんですけど。そんな余裕的なタイプ。まあ、マランキーだもんね。科目の取り方は？単位取りたい人っていうのは本当に出席だけとか、本当に自分が学びたいと思うのもあれば、別に単位取りやすさ関係なく取った方がいいと思います。ちなみに学びたいで取った科目って物理系ですかね。やっぱりそれは結構興味あったんで。でもさ、語学も結構真面目系の。ドイツ語だったんですけど。なんか喋って。グテモゲン。あ、それ分かった。おはようでしょ。クーゲルしないわ。何それ、クーゲルしないわ。ボールペンのことはいいんですよ。かっこよ。ドイツ語って R の発音が特殊なんですよ。チカイパー。チカイパー。全然うまくできないですよ。ちなみにね、斉藤くん、ボストンバッグ一つでね、ドイツまで旅行しに行った猛者ですか？だって、使わないものが9割でしょ。どっかのビジネス本みたいに言うな。ゆかさん、一緒にドイツ行ったでしょ。サッカーの試合見に行こうってなって、はい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 、ザフヤンみたいなとこで買おうってなって、斉藤が、いや俺が真偽を確かめるって言って、そこら中のドイツ人に話しかけて、本物で見ると何パーセントみたいな。でもそれもだってドイツの語学の同じクラスのメンバーと仲良くなってっていうことなんで。東大は語学でクラス分けがされるんですけど、それのクラスでいろいろ試験対策とかやったり、授業して受けたりするんで、結構結びつき強いと思いますね。語学の選択っていうのがこれからの友達の関わり方に。一般的な傾向として、ドイツ語は真面目みたいな、ネクラみたいな。要領悪いネクラ真面目たちと。そう。ちなみに加藤くんもドイツ語だもんね。ドイツ語ですね。その対極にあるのがスペイン語。今結構パリピな感じなの？パリピがやっぱりめちゃくちゃ多いっていう。本当に頭おかしいのはロシア語。本当実用性がよくわかんない。それで一番難しいって言われてて、あえて選択する相当マニアックな。スペイン語でもよかったなと思って。スペイン語だよって言われると花あるなって。え、私何語タイプ？私何語タイプ？あ、でもね、多分ね、芸術とか好きだからフラ語じゃない？あ、フラ語なんか多分女の子に人気高いと思う。じゃあ、そう、モテたい男子フラ語行ったらいいの？本当にモテたいだけ考えるなら、東大行ったら文産文学部とかのフランス語が本当に女子多い。一番言っちゃいけないのは、理解中のドイツ語。私たち。君たちのね。あと授業はその真面目に出た方がいいと思いますか？僕相当真面目だったんで。まあ、わかるよ。でも人によるんで、別に自分のやりたいことやればいいと思うし、別にも大学なんてそんな緩いから、入試に比べて。入学さえできてしまえば、頑張れば絶対全ての科目でいいよ、取れる。首都教の絵画は難しいぞと。これね、湯川さん優だったの。湯川さん優だったの。試験対策の女の子が作ってくれた資料を1日読み込んでいくと取れたっていう。僕は真面目だったんで、あんま頼りたくなかった。そういうなんか試験対策のためだけに書かれたもので、その女の子そんな切ねな的な関係いらねえよって。そんないらないと思って。女の子はせっかく作ってくれたのをほとんど読まずに。でもじゃあモテもしないじゃんそれ。しかも女の子は丁寧に書きすぎて時間足らずに理由取れなかった。本番？そうそうそう、本番本番本番、一番勉強頑張ったこの2人が取れない。
だけで、でもそれがある意味表してるよね、大学の成績っていうものを。ちなみに言うと、そういうやり方をしてると何も身につかなくて、それ焦ります。あのエピソードある、何、ドイツ語のテストで辞書持ち込みからとか、あの穴抜き、そう、電子書でみんな中に全部それ打ち込んで、そうスタンプ側にしようとしたんだけど、急にそれ禁止って言われて、みんな足しきって、それさえあれ打ち込めばいいやと思って、急にテストになっちゃって壊滅したっていうのがある。で、俺紙の辞書で俺だけやってて、ね、うん、真面目に勉強したら、うわーっと手に痩せる、うわーっと、そうやって向かれることもあるからね。まあ、それもレアケースなんで、基本容量いい人だもん、成績取る。とかもう天才みたいな、東大はでも天才みたいな人も多いかな、とりあえずレアケースの人は。そういうとこも天才なんだけど、天才党だよ、天才党。最後までのご視聴ありがとうございます。この動画ためになったな、サイト君面白いなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、ビダゼー。